福島県の皆さん、なでしこジャパン監督の高倉紗子です。東京オリンピック残念ながら1年後に延期されましたけれども、私たちはこの延期をポジティブに捉えて、チーム自身が非常に若いチームですので、1年時間をもらったと思って、もちろんこの状況の中でなかなかみんなで集まれないということもありますが、一人一人が自覚を持って強い気持ちを持ってなでしこジャパンで必ずメダルが取れるように、みんなで一丸となって戦っていきたいと思います。福島は私が幼稚園から高校を卒業するまで育った大切な場所です。今でも時々山や川、空なんかを思い出して癒されることは多くあります。朝の天気予報は必ず福島の天気をチェックしています。今まだ復興に向けて大変な思いをされている方がたくさんいると聞いています。私自身はなでしこジャパンの監督として来年のオリンピックに向かってとにかく全力で戦っていきたいと思いますし、そんな中でも福島の皆さんの応援が必要だなというふうに感じます。なぜならば福島の方の応援は私にとっては2倍にも3倍にも力になるからです。これからも大変なことは多いと思いますけれども、一緒に頑張っていけたらいいと思います。2020へ福島。